お元気ですか？僕趣味です。今回は修羅島沖縄で作った豚煮込みカレーの食動画でございます。ごめんなさいね、これねコミュニティにもねちょっと飽きなかったんですけどね、急にね見つけましてね、購入して早速食べていきたいと思います。はい、早速食べていきたいと思います。見た目はね結構ねどっちかというと茶色い系のねカレーでございますけどね、これは多分あれですかね、軟骨系ですかね。あ、軟骨ですねこれね。はい、牛すじのあたりじゃないでしょうかね。はい、ちょっとね食べていきたいと思います。ちょっとね汚くてごめんなさいねってのがね。よいしょ、ごめんなさいね。よいしょ、ね、早速ね食べていきたいと思います。あ、これはねあれだ、なんか豚のなんていうか髄みたいなね、あ、早期、早期ですね、早期が入ってるね、カレー粉に。早期って言ったらね、なんていうか、肋骨のね、ところでございますよね。で、もうちょっとで食べていきたいと思います。じゃあ、いただきます。辛さはね、これ、中辛なんですけどね、特にそんな私の舌なのかな、思ったほど辛くはなくてね、ちょっとねスパイシーな感じがしますね。でも確かにねスパイシーな香りはございます。そんな感じでしょうかね。もしよかったらですねこちらのね、修羅島沖縄で作った豚煮込みカレーをね購入してみては、ね、いかがでしょうか。はい、でね、次ですね金曜日か土曜日のあたりもまたレトルトカレーの試食動画をやりたいと思います。詳しくはねコミュニティに書いておりますのでよかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。